うそもおこりんです。今回もスプラトゥーン3で住所特定かくれんぼ新ステージ編やっていきましょう。舞台はこちら京都駅ですね。はい、皆さんこの竜宮ターミナル京都駅だって知ってました？もし近くに京都駅がある人はぜひこれなんか見比べてみてください。まあどこが京都駅なんかわからんけどね京都駅で来ないだけ、はい、ちょっとわかりませんけど、こちらのルールはですね、残り3分になると皆さんから隠れ場所を文字に住所に表したものが届きます。それを元に私がアサリを投げて、うまく荷物を届けられたらクリアっていう感じですね。あおおそんないらんそんないらん、お前ガチアサリできる、ガチアサリできる。あーここもこれへんっぽいな。じゃあここからこういう感じか。だから結構狭いな。うん。さあ、それではまもなく住所が来ます。来ました。いや、一人目長いな。竜宮ターミナル中央市、動くリフトの横番地、水色よりハイカラスクエアの観光名所、上。敵陣よりし風船横、スイカ作れちゃうぞ町。竜宮市自動ドア町、巨大鉛筆のお隣さん。巨大鉛筆なんかわかるな。多分これやな。でオレンジ寄り市のゴール横町、案内所前消火器、これから行きましょうか。ちょっとゴール前の、ゴール横丁の案内所、案内所これか。あーあるあるある、案内所これだなはい余裕すぎよ。自分の住所分かりやすすぎ。東京タワーか思った。で自動ドア町、巨大鉛筆のお隣さん、自動ドア、これ自動じゃないもんな、明らかに手動やもんな。だから違うくて、竜宮市自動ドア、とりあえずでもあっちに鉛筆があんのがそもそもこれじゃないもんな。鉛筆があんのがね、そもそもこれなんすよ。だから巨大鉛筆の隣さん言うてか、これちゃう？あ、違うんや。でもだって自動ドアちゃうもんな絶対。他にも自動あの鉛筆あんのか。あ、巨大鉛筆ってこれか。あ、巨大鉛筆こっちやな。これのお隣さん言うてるから、いやでもこれも自動ドアちゃうん。いやこれ自動ドアや、これ自動ドアや、自動ドアで巨大鉛筆のお隣さん言うてるからここちゃう。あ、ちゃう、あれ自動ドアこれやもんな。ちょっと違うとこ行くか。敵陣寄り市の風船横のスイカ作れちゃう町。風船横ってこれ、あ、風船横ってこれやろ。風船横のスイカ作れちゃう町、これちゃうもんな。え、待って待って待って、じゃあ一番上行こうか。水色よりの動くリフトの横番地のハイカラスクエアの観光名所。ハイカラスクエアの観光名所、ハイカラスクエアの観光名所。ちょ待って、これポスターかなと思うんやけど、ハイカラスクエア感ないもんな。あれ、けど自動ドアの横、あ、これもよう見て自動ドアやな。あ、自動ドアだ。あ、これだ。オッケーオッケーオッケー、ナイス。いや完全に手動の扉かと思った。で敵陣よりしの風船、あ、これやこれや、スイカ、あ、スイカ作れちゃうんだ、これ風船あったわ。オッケーオッケー、よし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 、3人目、確かにスイカ作れちゃう街あったな。で最後水色よりしの、水色よりやからな、真ん中より右なんよ。そう、真ん中より左で、ハイカラスクエアの観光名所上。ハイカラスクエア、ハイカラスクエアの観光名所って何、こっちか。動くリフトの横って言ってるからな。ハイカラスクエア、なになになに、なんでそのとこにいんの自分、どうこれ、どういうこと。びっくりしたんやけど、なんかあの住所の人攻撃的やんけど、えらい、なになになに、ちょ知らん体でいこう、知らん体でいこう。
動くリフトのハイカラスクエアの、ハイカラスクエアの上やろ、これか、こっちから見たんか。デボンや、重っくそデボン。え、ちょっと後で聞こうあれどこやったっけ、ここかいや、デボンですやんこれ。いやでもこっち側から見て使うって、これ面白いな。うん、これ面白い。え、これどう見てもデボンやんな。え、自分らの画面ではデボンちゃうのこれ。思いっきりデボンミュージアム書いてますけど。ねえ。さあ、続いて住所決めコーナー行きましょう。今回もリーグターミナルでやっていきまーす。同じステージやけど、違うところに隠れていきましょう。どうしようかな。さっきもこの緑の窓口使ってまっから、使えるとしたらこのなんか座席のマーク、座席のマークもそうやし、ちょっと難しめでいこうか。ちょっと外のオブジェクトとかも使っていきたいですね。あれ明らかにそばっぽいな。そばの向かいとかでもありやけど、ちょっとでもあれは人によるか。あ、ハテナの、あ、ハテナの上ありなんじゃないこれ。ここ叩けば何か出るよ町とかでいいんじゃない。これありやろ、ありありあり。これハテナ使ってないもん。こっちにもハテナあるこっちにもハテナあるやん。こっちどうしようかな。それでは本番いきましょう。ちょっと今回ね、4人中2人が濡れたら消えるオブジェクト使ってるんですよ。なのでかなり心配なんですけど、いきますか。いや、濡れたら消える系マジでね、こう味方が消すリスクもあるし、鬼が消すリスクもあんのよなだからめっちゃ気ぃつけなあかんねん。はい、せいじちゃん、まずこの2匹のフランケンシュタインみたいな、なんかキッショイキッショイモチーフのキャラクターを使うらしいです。はい、なのでそこだけ気ぃつけさせてもうって、はいはいはい、オッケー。で、もう一人さつまいもがこのなんか地面のこの模様を使うみたいですね。はい、なのでそこだけ気ぃつけて、さあ行きますか。はい、送ります。私の住所、京都駅、叩けば何か起こりそう町、矢印番地です。この矢印とハテナの両方を合わせてるんで、まあ結構やりやすいかなと。あそこのミステリーボックスと差別化している。そして、一番敵陣地のサツマイモが、竜宮ターミナル鬼川市。駅はこちらですが、示す場所。ほー、なるほど。で、セイジちゃんが、ブルー寄り市、2ブロック町、逆さ。エッフェル塔に一番近い黒ブロック横。ん？で、一番、あ、違うわ。あ、こっちか。中央地区、動く床の下町、駅員アイドル横2丁目。はいはいはい。ごめん、間違ってたわ。あれ、アイドルらしい。で、さっきの向こうにいんのが、一番近い黒ブロック横な。オッケーオッケー。さあ、ハテナ見てますね。ハテナ見てるけど、そこに矢印はないので、いやでもそのアイドルがね、結構見え隠れするから、そこ面白いとこっすよね。おぶなお前何してんねんマジで。住民殺す気か。なんで消えたんやろ今ボム。よう爆発せへんかったな。セイジちゃんマジでドストライクでヒットするとこやったで。よかった、殺人事件にならなくて。さあ戻っていって、今回結構みんなむずいからね。さつまいもがちょっと分かりやすいかなってぐらいで。さあ、そこエレベーターですけれども、ぽい住所あるかな。ムチムチわかめっぽいか、探してんの。動く床の下町、あ、動く床の下町っぽいな、探してんの。あ、アイドルってあれか、壁に描かれてるほら絵のことちゃう、あの黄色と青の、そういうことっぽ。あ、でもこっち来てるな、来てるけど、いやー、まだ手がかりは見つかってなさそうやな。ワカメの2ブロック前、逆さエッフェル塔に一番近い。逆さエッフェル塔って何？さあ、誰一人確保することなく、延長戦に入りましたけど、大丈夫ですか？前代未聞の0人住所確保あるか？あーと、でも、さつまいもの前は通り過ぎて、目の前いるな。
せいちゃんどうだ、見ていないか、見て、いや、あ、見てないな。おー、行ってる行ってる行ってる、せいちゃん行ってる行ってる、行ってるんじゃん、これ行ってるんじゃん、見るんじゃん見るんじゃん。いや、見やんのか、見やんかー。あー、あっちにもハテナあるんや。あー、あっちにもハテナある、ハテナある。あ、でも、いや、手がかりはいい、手がかりはいい、いいよ。うん、目の付けどころは合ってる。ちょっとカーリング投げてヒント出します。ちょ、これ見つかりそうにないんでヒント出します。あ、こっちにあるよ、見て、カーリング投げてきた方向見て、はい、見て見て見て、もうもうもういいから見て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 、なんでやねん、なんでわからんねんほんま。はい、もうここね、ここここ、はい、もうここ、これ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 、なんでなん、もうええって、はよ見つけ。あ、せいちゃんいたんちゃう、これせいちゃん行くんちゃう、アイドル見たやろ。あ、ナイス、ようやく一人、ようやく一人、はいはい、もうはよ見つけて、はよ見つけて、はい、ここここここ、はい、ここ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 やって、もううっとうしい、ここや言うてるやんか、何してんねん。もう殺したろ、殺したろ、殺したわかるか。ああ、もう、ちゅうわけで今回の優勝学ライブいかがだったでしょうか。いやー、みんな良かったんですけどね、残念ながら見つからなかったっちゅうことで、また次回お会いしましょう。お疲れ様でーす。